食べようとする意志はある。だが思った以上に衰弱が激しい。お前に帰ればいけるか。え、失礼いたします。前と同じ肌色。先に化粧をしているのはお前か。ええ、そうよ。リファ様には美しくあってほしいもの、それが侍女の務めですからね。全部リファ様のためよ。当たり前でしょ。そうか。何すんのよ。ああ、バカに折檻するだけだよ。そのうち全身に毒が回るだろう。よかったな、これでお前も綺麗になれるぞ。お慕いするリファ様と同じだ。血の気の失せた肌と落ちくぼんだ眼下と食事も取れないような体。なんでこれが禁止されたか分かってんのか。喜ぶと思った。毒だっつってんだろうな。何も考えていない。自分が一番正しいと思って。誰が自分のガキ殺した毒を喜ぶんだよ。さっさと口をゆすいで顔も洗ってこい。おい、このままだと病人に触るだろ。この床もさっさと掃除しろ。はい。おお、女とは本当に恐ろしいな。やってしまった。行きましょう。